会いに行ける国会議員ミワチャンネル突撃永田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしていますこの番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます生放送視聴者参加型番組ということでこれを見ている皆様からツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います第155回目のゲストはこの方です 公明党、浜村進衆議院議員です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、よろしくお願いします。公明党の議員さんが、えー、5人目 ?6 人目6人目, ?6 人目ですね、はい。さっき伺いました。そうですか。はい、今年はずっと公明党ですね。<laughs> <laughs> ところがですね、うすもうすでに。ええ 次の次が変わるかもしれない、ええああ。どうしてそんなにあれなんですか？ええ、準備がいいんですか？すね、次の方が、ええ、あの少し面白い方なんですね。その方が公明党を支持されなくて自民党に行くと。あいやいやそうそうではなくて、ええ、その方があのまあどうしても、ええ、おまああの自分の、ええ、まあ大学時代のお友達でしょうね。そういうのいいですね。そういうのがあるんでどうしてもそっちに行きがちなんですよ。<跡> それは野党ですか野党党党ででですすすかかございま意外な展開ですね、はい、いや公明党と言いますと私の中か,から見ると鉄の結束ですから絶対どんなこういうような番組でさえ他には回さないっていうような <laughs> <は>イメージがあったんですか私ったんですも、ねえー、これ私もあの他といろんなお友達がいますんであの他の方にいい、まあ、パスを投げようかと思ったんですけども。えー 出てこられた先輩方に話を聞くとしばらくは公明党出たって言われたわけですよね。そうするとですねそれ遠山さんでしょあと樋口さんこの2人から言われましてじゃあしばらくは党内でパスを回そうかというふうに思ってたところ私は回しましたと。 で一応そういう先輩方の意向も伝えたんですね。はまはまら先生の次の先生とかね。そうですそうです。まあその方後でまたはいどなたかね私も聞いてませんがわかります楽しみです。今国会始まってますよね。始まってるというか今何ですか？今今えっと私内閣委員会と災害対策特別委員会と地方創生特別委員会この三つが で地方創生はずっとずっと我が党内でもやってきてたのとともにです、ねうん、うちは活気ある温かな地域づくり推進本部と、うん、ちょっと長い本部がありまして、うん、これ地方創生のための本部なんです、はい、それは公明党内にあるう党やれてるんですね。 一応事務局長とかもやらせていただいてますので、地方創生を力、ね、入れてるということですね、はい、今日の新聞に出てましたけど、一強状態ですので、議会がちょっと緩んでるという、ミュチャンネル状態が本会議でも続いてるという、緩、はい <laughs> る感じが。 あまり話題にならないところがポイントで、皆さん結構すごいことおっしゃってるんですよね。若干切ないところですね。<laughs> すごい、すごいこと言ってるのに、話題にならない、ね。<laughs> そうですね、うん。もうどんどんね、話題にしていきたいと。はい、先生はあれですね、おぐしがすごい多いですね。地毛ですか。ああ、地毛じゃなかったら、どうしましょうか、ね。ね聞けないですね、それは悪く、えー。あの、まあ、この辺見ていただいたら、わかる通り、えー、まあ、あの。地毛です。ねえ、しっかりさ、髪の毛されてますね。<laughs> ありがとうございます。 重要なことですね。そうですね。あの。顔がちっちゃいですね。顔がちっちゃい、あの、あと脳みそがちいさい。いや、毎週、今日で六人目ですが、公明党の議員の層の厚さに驚いてるんです。いや、そう、そうでもないです。やはりね、議会の中で、そういう緩んでしまうという時に、公明党みたいに上下関係が厳しいところは。きっと、厳しいから、トイレ行きたくても。 私の携帯ごめんなさい, <laughs> こ,ういうこういうのはいけないのね、<laughs> こうなっちゃったりねあの、トイレ行きたくてもちょっと浜村先生は我慢したりとか、きっとそういうのはやってると思うんですよ、でも、多党は <laughs>、はい、先輩の教えが良くないところは、ちょっとすぐトイレに立ってしまったりとか、すぐ携帯が鳴ってしまったりとか、<laughs> そういうことがあるんじゃないかなというふうに思って、危惧してるんですけどまあまあ、うちはあんまりないですけども、よくあの、まあ、党内で会議してるときに。うんうんうん 間が悪く、ええ、党幹部の、ええ、ある党幹部の方決まって携帯が鳴る人がいます、ええ、まあ,あの党内随一の癒し系の方なんですけどもね皆さんご存知ぐらいの方ですけども、ええ、まあ誰だとは言いませんが、ええ、あのちょっと昔大臣もやってたような、ええええ、そういう方がいつも携帯が鳴ります、ええ、これこれ緩んでる以外の何者でもないでもそその方は年配だから 年配はね,ねあ私も言えないけど <laughs> マナーモードにしないんですよね年配の方っていね気かないといけないっていう立場ですしねそうですね、ええ、よくわかりますすみませんでしたはいそれでは行ってみたいと思います幸せ度数年表です、はい、はい。これを振り返ればですね浜村進さんの反省がわかるということで行ってみたいと思いますははい。はい。えー、1975年どちらに生まれたんですか岡山県の倉敷市で生まれました え、ちなみに今、え、何区から出てる。えとですね、私は、あ、近畿比例ブロックなんですね。近畿比例ブロック。はい。まあ、の比例単独で、出させていただいておりますが。あの一応近畿の中では、兵庫県を、中心に、やらせていただいておりまして。ですので、まあ、兵庫県と何の縁があるんだと言われると、まあ、大学時代と、あと、まあ、社会人の時も少し住んで。 たり社会人まあまあそうですねというそういう縁がそうやって比例ブロックということですそうですもともと比例で出てるということですねもともと比例ですねはいはい岡山県で生まれたはい岡山県倉敷市で生まれました優勝ねいきなり優勝しますもう何の優勝ですかこの時点でだいぶあの幸せ度数は高くなってるんですが何の優勝かというと保育園の相撲大会ですねあ あ、ラグビーじゃなくて。全く違います。まだ全然やってません。昔は肥満児だったんですか。肥満児、あの、まあ、言葉を変えるとですね、体格は良かったですね。肥満児の人って意外とシェイプされてるんですよね。昔、肥満児の方って。そうなんですかね。あの、まあ、私の場合はどん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 、あの、まあ。そんなに家が裕福ではなくてですね。食べるものもないと。なので、あの、徐々に徐々に痩せてきたと。 でも食べるのワンパク相撲とか出てる親御さん大変ですよね。保育園の相撲大会ですから大したことないです。これはですね中学時代ですね中学生まず中学一応受験をしたんですよ受験をして落ちましてですね落ちたということで。 えー、まあ落ち込んではいれますが、ええ、まあそんなに痛、まあ、手は負ってないというか、はあ、まあそこは奮起しましたよね、はい、ですんで高校入学しっかりと<ん>まああの関西創価高校というところに行きまして、はい、で落ちたのも関西創価中学に受験をして落ちてで奮起してで一応まあ,あのトップで入りましてですねト。トップで入るって分かるんですか 通達が来るんですかいや。まあまあ、あの、全部満点なのでトップだろうと。いうことで。<laughs> すごい人ですね。いえいえ。あの。満点で自信があったんですけど、ねまあ。いえいえ、一応自己採点してですね。満点だったんですか。まあ、ひょっとしたら、これは、あの、点数引かれるかもなぐらいの表現はありましたけど。す,すごい自信がいい、ねそ。そんなに難しくなかったんです、ね。そうですか。はい。あとは、あの、はい、まあ、えー。そこで<い>、えー。ラグビーを始めまして。はあ えーまあ、今日もここにいっぱい来てまもら、ね、って、えー、ラグビーを始めてどん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 ラグビーにはまっていくと、うんまあ、入学した時はトップで入りましたが高校2年生のお2学期ぐらいにはですね、えー、クラス確か、まあ、何50か40ぐらいいたんですがベベ2番を取りましてですね <laughs> ベベ、まあビリからってことです、ねまあ。ビリビリからそうです。あ,<ー>あ、そうかベベってわからないですね。あ,<ー>あのー、まあ実はまあ進学クラスの理系のクラスだったので、えーえー、あの尿実に順位がわかるんですけども、えーえー、<laughs> そこの中で私まああのまあ指定席でずっとまあ一番成績の悪い子はいたんです。 でその子の次に悪かったと<ー>それは相当悪いんですけども、えー、しかもその定期テストで、はい あ,のある女の子は体調崩して1日休んでるんですねその子よりも点数が低かったと、まあ、それぐらい成績が落ちたということでそれに引きずられてまあちょっと落ちているということですね、はいはい、大学はどちらに行かかれたんでですす大学はですね関西学院大学に行きましてしかもこれもですねあの、まあ、失敗受験は失敗しましたで受験失敗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 ,失敗で、まあ、2年浪人いたしましてでまあ行かせていたて。 いただけたのがまあ感覚だということです。はい。はい。そして就職はどちらでしょうか。就職はですね一回あのまああの繊維繊維の専門商社に行ったんですけども半年で転職をしまして。なじめなかったんですか。いやあの大変楽しいまあ職場であの私この仕事面白いと。いや要はカーテンの営業をやってたんです。なので例えばありますよカーテン。 このカーテン車高だと思うんですけども社交、えー、でこうやって照らして、えー、ライトとか見るとですね、はい、これは1級か2級か3級かぐらいは大体分かるというような、えー、あの人間だったんで,んで、えー、合ってたんですねすごい楽し,かった楽しかったんですけどちょっとこの先これやってても、まあ、あんまり。 その面白みはなないいかもしれないと安定的かもしれないけどもというふうに思いましてん、はい、まあんまり自分が得意じゃない IT の分野に行ったと、えー、転職されたということですね、はい、で IT 業界に入られたとそうですね あ,のあんまり IT 業界と思われてないんですが、うん、野村総合研究所というところに行きましてシンクタンククタですかいわゆるいわゆるシンクタンクと言われてますけども、うん、あのまあそういうリサーチをするような人とかは、うん、ほぼ1割ぐらいしかいませんでして、えー、9割方のシステムエンジニアとかそういうシステム系の人間として転職をして、うん、まあ全く最初は。 あのよく分かりませんでしたけども、うん、システム系いきなりいけるものなんですか大学はどちらあのあのあの大学は総合政策学部という学部でしてあ<ー>でもともとあの私 IT は苦手で,、はいえー、でまああ,のあんまりその頃ろち,ちょうどインターネットとかメールとか普及し始めたところだったんですけども、はい、乗り遅れてたタイプですね。ちょっと やりにくかったということですね。そうですね。そして結婚。はい。結婚は2006年ですね。はい。転職先で知り合った女性ですか。いやあの高校の時の後輩で。そうなんですか。創価高校の。そうですね。関西創価高校ですね。そうです。はい。そしてここにケガ血石。はい。そうなんです。血石というのは石がたまって。あの尿管血石でございます。うわあ。あのまあなった方はわかるかと思うんですけども、まあ。 女性は出産の時の痛みが一番大変だと言いますが男性はおそらく結石だと。でこれは大変だなというのを女性の痛さあるいは忍耐強さをですね身をもって知ることができたということで本当によかったなと思うんですけどもその結石が発覚したのがまあこの年のですね8月1日だったんですね。を 体外に出さななけければいけないということで、えーはい、まあいっぱいお水飲んで、えー、運動した方がいいよということで、はい、まあ常日頃から一応運動はしててですね、えー、えまあ社会人でもあのクラブチームでラグビーやってたりあるいは会社の仲間とフットサルをやってたりもしましたんで、えー、でこの時フットサル行ったんです。はあ、でフットサル行っったらですね、えー、あのちょっと よからぬことが起きまして、えええー、右膝の前十字靭帯を断裂してしまったんですね。で、それが8月10日で、先つらに8敗れかぶれの時です、ねええ。そうなんです。2週間の中でこんなに痛い思いをしなき、はい、2>, 2回もしなければいけないのかという <laughs> <ー>そういうことた、ね。そうしだったですね。それで一番下がっているということですね。もともとお家はどういうお家なんですか。家<ち>。ええ、いや貧乏なお家でしてですね。まあ親父もあのあんまり、ええ、あのまあ。 サラリーマンをやってたんですね。もともとは。もともと、まあ、あの倉敷にいるときは。と、喫茶店を。自分で開業したりしたんですね。はい。まあ、倉敷市役所の前あたりでやってたみたいなんですよ。じゃ、どんどんお客さん来ますね。いや、ところがですね。まあ、どうだったのかわかりません。わかりませんが。あのまあ、親戚が。あの大阪の堺で。 えー、花屋をやっている、はい、でそれを手伝いに行くために我々家族で堺に引っ越したんです<ー>でそれが六歳の時で、はい、でそこからずっとまあ花屋やっときゃいいもののなんかまあサラリーマンとかやったと、うん、でサラリーマンやったらこれはこれでまたリストラインありましてでしばらくずっと働けずで親父は、うん、で 小泉構造改革のおかげでタクシーの運転手になれたんです。はい、あ、規制緩和で。規制緩和で。良かったですね。本当そうなんです。何がいいか分からないです、ね。そうなんですよ。<laughs> まあいまだにねあのタクシーの運転手やってますけどね。そうです。はい 面白いですお父様タクシーの運転手で息子国会議員みたいな多分ですねその落差い昔だとすごいけどあ<の>今はね、まあ、よくあるじないですかいやいまあ私もそんな調べたことはありませんけどもはい、はい、多分いないんじゃないかなと、うん、いないかもしれないですね,ねお父さん大体岸信介とかね <laughs> あの吉田茂とかそういう世界のとこじゃないですかです、ね、私もそういう方々をやっぱ自民党の先生方とお会いすると大体そういう方なんですよねうん、うん、大体勲章もらってますからね,ねもう 家業が政治家みたいなねそういう方多いですねそうですねもすごいいいですねそういう生き生きとした感じが伝わってきますね公明党らしいといえばらしいというか素晴らしいですねいや庶民の政党でございますんでお父様によろしくお伝えくださいありがとうございますはい、そしてお子さんが生まれたということですね娘ですけどもえもうお嬢さん二人ともお嬢さんですそうなんですよはい。 1>, で1人目の子が生まれて、まあ、当時横浜であの暮らしてたんですけども、はい、横浜で暮らしてる時にですね、えーえー、まあちょっと声がかかりまして「えー、でもうそろそろ選挙ある言うてたじやないですか」と「はい、そんな状況で私今お断りしてええんですか」というぐらいの気持ちになりましてうんえー、これはぜひやらせていただこうということで。 まあ、やらせ。あ皆さんに聞いてるんですけど、いきなり電話がかかってくるんですかと。まあ、ほぼそういうレベルです。いきなり。じゃ、その野村総研にいたときに電話が。そうです。出馬要請の。はい。誰からあるんですか。まあ、それは、あの、某先輩からあります。みんな、そこに行くと、言葉を流すとね。どうして、なんか、あるんですか。言っちゃいけない。こと私は、あの、その方は、高校の先輩に当たるような方ですけど。じゃ、あの、太田紀洋さんとか、山口那津さんではないということ。ですかそういう方ではないです。 はい。<Hey. S 2> hey. ですんで、あの、気軽に、その先輩に、何の話かなと思いながらとです、ね。まさか、考えてなかったんですか。まあ、考えてませんでしたね。狙ったりもしてなかったんですか。か全くです。あの、<ー>一番やりたくない仕事、三つぐらいあったんですけども、そのうちの筆頭でしたね。ああ<ー>、はい、やっぱ、そういうもんですか。<ー>でも、やはりこ、こあの、創価学会に入ってるわけですから、ねはい、選挙に手伝ったりとか。普通の人よりも、選挙に対する気持ちっていうのは、明るいし、よく知っていらっしゃいますよね。そ,ねはい、それでも、いや、それで、やだ。 だからこそ嫌なんですね。ああね大変です多分。フレンド作戦とか頑張ってたわけですね。まあまあやってましたけどね。役職っていうのはその頃は相当上なんです。いやいや相当とかではないですけども、まあある横浜の地域のねそこそこの五六百人ぐらいを束ねるぐらいの立場ではありました。<ー>はい、あそうだったんですか。 じゃあもう慣れてますよねバッジをつけてただけでやってることは同じようなもの全然違います違いますか全然違います違いますか、はい、すみませんこれはもう全然違いますは違いますか法案決めたりするわけですからね、はい、全く違いますね法律の知識とかはほぼないですからね、まあ、それでやられてるというと、ね、そうですねはい。で現在二期目ということですね、はいはい どうですかこの3年間4年間ですかまだ2年半ぐらいです二2年半ですか生活がらりと変わりましたよねそうですねまずあの要は単身赴任ですからねあそうですかじゃあ妻は兵庫県にいらっしゃるお子様お嬢様もはいもう子供に会いたくて会いたくてですああもうそれを糧にして頑張ってるそうですねそれだから頑張れる そうですね、独身だったら頑張れてないいや、<laughs> 独身だったら、まある種、社会性がなかったりするとこんな仕事、なかなか受けれないんじゃないかなというふうに思いますんで、んそ,でそんなにまだ人間、まあ、今もまだまだ未熟ですけども、えー、その時受けれなかったんじゃないかというのは思いますそうですか。 あれなんですか、公明党さんはその議員になったら、あの歳費とかは党に返したりするんですか。あ、えっとですね。党に返すというのは、歳費を返すというのはない。あ、そうなん。共産党なんかはね、よく。すみません、私地方議員だったんで、返したっていうのはよく聞いたんですけど。公明党そういうのはないあります。すみません、ねす、いやらしい話で。まやらしい話なの。であの、お金の話か、お金の話かと思ってました。あ、そうですか。

えまあ私自身はまあ内閣委員会だったり地方創生だったりやってるわけですがあのやっぱり国会で一番にぎやかになってきているのが今平和安全法制だと思うんですよねで,ですんでまあそれについてまあ今日もあの平和安全法制の特別委員会があのまあ始まったわけでございますあの平安徳平安徳というように言われてて。 で平安徳ってなんか結婚式場みたいな名前だなということで浜田誠一さんがですね、はい、えっ、ーえー、と院長でで院長があの見た目からしてですね<あ>結婚式場の支配人みたいだと浜田誠一さんってはい浜子さんの息子さんですね「ミュアチャンネル」にもね,出演しすねああそうですかまたお父さんとは全然タイプがそうです、ね、違うんですよねでです,、ねえー、ですんでまあ お父さん反面教師として育ってきたらしいんであまあそれは私からはコメントするたちもありませんが<笑><笑>そういうふうに話ですよ、はい、<laughs> すいませんですので、まあ、一応今日もだいぶ紛糾してたみたいですけど私もちょっと委員会があったんで全部が全部見てるわけではないですけどもまあ野党の質問の時とかもですねだいぶ委員長がこう、まあ、まあまあまあということでコントロールされておられますけ <laughs> 何の議題についてですかそれはあの平和安全法制ですねについてあ,<え>あの道義が出て したまあ同義というか要はやじが結構出てたり、うん、あるい、ね、は議論がそんなにかみ合ってなかったりもしますのでまあでもやじは別にねあのいいこ私は結構やじ推進派なんですけどああそう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 いうやじではなかったそうですね前向きなやじではなかったといやもうもちろん前向きなやじはほとんど感じられないのが今の。 おまあ平和安全法制に対するやじかなとは思いますけど、ねうん、そういう野党ってことは民主党とかそういうところがま,、ね、まあ民主党さんの時は私ちょっと放送見てなかったんですが院内放送見てなかったんですけども維新の党さんの時とかは結構紛糾してましたね。はいえー、議論がみみ合合っっっててななかったですねわいうののはもう元々イエスとノーの 違いいじゃないですか、まあ、おそさまざま前提が違ったりとかですね、はい、であの、まあ、質問される方の置いている前提がそもそも違っているとですね、はい、答弁する側もそれにちゃんと答えれなかったりとか、はい、そんなこと聞いてるんじゃありませんとかっていうことを質問者があの答弁中にもおまあ 発信し直しし直たりしてですねあ,<ー>あんまり紛糾しちゃってちょっとまあまあということで院長を抑えてたりしたんですがまあそもそも今回の法整備は昨年の7月1日閣議決定したのを受けてですね、はいえー、えしっかりと法整備しようと,、はい、ということで新法を含めて11法の法案でありますよと。はいえー でえー、それ自体がです、ね、なんかまあ野党さんから言わせれば戦争法案だというようなまあレッテルバリをされたりしてどこをどう考えても戦争に行くなんか一言も書いてないけどなというふうにも公明党としてはね独自のスタンスとしてまああの政府が出した案とはまた別な。 おっっっししゃゃてらるんでですよねそうういいわけはなあの今回はどういうふうに動いてきたかというと政府がですねさまざま整理をしようとしている中で与党協議自民党さんと公明党でしっかりと協議をしてきたと。で7月1日閣議決定するまでもしっかりと与党協議をしてきましたしその範囲内で ししっかりとと、はいまあ、政府が閣議決定をしたと、ええ、で総理があ、まあ、もともと我々与党協議で議論してきたことを十分に踏まえた閣議決定をされたわけでございますのでそういう意味ではあの我々は政府と同じ思いでやっているわけでございますし、ええはあ、そもそも 政府にも、われわれ公明党からも、石川防衛大臣政務官が出ているわけでございますので、うん、え同じ思いでやっているわけでございますだからやはりもう、事項としては、与党会議が終わった時点で終わってるんですよね。まあ、終わってると言うと、言い過ぎですけども。国会軽視とか言われちゃうけど、<laughs> まあでもそうなんでしょうね、逆に言うとですね。 国会論戦に耐えれるぐらいの議論を積み重ねてきたというのは間違いないので我々としては中身には非常に自信を持っているわけでありますね憲法も、ね、改正になるんでしょ、まあ、憲法改正についてはまだ議論は始まったばっかりでありますけども我々公明党としても憲法改正はあのーまあ、必要であるならばしっかりと可決をしていこうじゃないかと。うんうんうん まあ今までえまあ日本国憲法ずっとまあ70年近くあったわけでございますけれども、はい、その70年近くあった憲法にさらにこういう条項を加えた方がいいんじゃないかということで議論を進めていきたいというふうに考えております,、はい、すこれから議論する時間というのはあるんですか。いやもう実際やっておりますね。はい。議論は大体またそういうのが可決されると審議時間が少ないというふうに必ず言われるじゃないですか。 まあ、まあそれはねあの、まあ、そういうことはよく野党の皆さんおっしゃるんですけども、はい、そもそも質問の内容を見ていると、えー、もうネタ尽きたかなというようなのは見えてきますんであ<ー>まあそうなってきたら大体まあ大丈夫でしょうと <laughs> う十分審議したでしょうというふうにあ<ー>まあ国会として判断すると。なななかかか今野党も少ないからそれを論破できる ことができないんでしょうね。うね数もそうだし、そのスキルもそうだし。<や>発言内容もそうだし。あの、まあ、これちょっと、今日、私。院内テレビを見ててですね。はい、まあ、共産党の C. さんがですね。ええ、あの、質問に立たれておられましたんで。<laughs> はいええ、あの、前、まあ。あの。なんというか。 よく調べてこられるなというふうには思うんです。はい、で、それを見ながらですね、ああこういう展開をされるんだなと思ってですね。はい、まあひょっとしたら私がこの内容を知ったとするならばこういうふうに責めるかもなとかっていうのを思った、ね、おちゃんとついて持ってくるわけですね。まあ一応持ってきますけども十分まああの。 跳ね返せるそれは与党協議の中でも織り込み済みなんですか、やはり、まあ、まあまあいや、そこまで共産党さんがどうこうとかっていうわけではなくて、はい、本当に建設的に法案として、万全かどうかっていうところをわれわれはやってますんで、うんえー、そういう目で、えーまあ、議論が積み重ねてますね。うん、そうですかはい、はい あとは地方創生ですね。そうですね。公明党も特別な部部会っていうんです。あの本部推進本部ですね。活気ある温かな地域づくり推進本部。公明党あれですよね。ちゃんとあの地域地域にこうね作る作ってあのそのネットワークがありますから楽ですよね。公明党さんに任せる。楽というかですね。これこそがやっぱり我々力発揮どころなんだろうとは思うんですけども。民主党にやらしちゃだめですね。これ。 まあそれはあの私コメントしづらいですけども、いいいい未勝の先生方もね、怒しになられてるはずなんで、<laughs> もね結構落選されてるんですよね。ですよね。私もそこ見ながらあ,あ,あ同じ同じような地域にいてはる人がおるわみたいな。議席から消えたなと。えそうですねそうですねまあまあそういうのはありますけども、まあいずれにしてもここでしっかりと力を発揮したいなというのはコメントとしても思っております。ただあれですよねやはり地域創生っていうのはやはりまあバラ負けじゃいけないということを懸念してややら ってるわけけですけれども地方がどれだけ主導するかってことでいくら永、ね、田町でこう崇高なことを考えても地域といって 期体にならないと難しいことですよね。さすがですね。もうおっしゃる通りで、私実は今日はあの二つ質問してきたんですね。何あ何ですか？あのいやえー、っと一個は内閣委員会で笛法改正やったんですけど、えーえー、もう一個はあの地方創生で、はい、あのまあ地方参訪というのを今やっております。笛法？はい。<で>はい。はい、まあ不法は一旦置いといたとしても、あのダンスですダンス。クラブクラブのね。 え何時以降はは音を出していいけないとまあまあ,あの踊らしてはいけないとかね営業しちはいけないっていうねうそういうことですけどもまあそれはそれとしてですね、はい、あのー、何やったかなあそうそうそう、はい、えっと地方がいかに主体となって、はいえー、地方創生取り組むかっていう話とですね、はい、まあこれそそもそも今後1 えー、一括交付金というものをあごめんなさい新型交付金一括交付金は付金あの民主党政権の時にやってた話ですけども、えー、新型交付金つまりこういう、まあ、地方の活性化に非常に役立つ、はい、あるいは地方に人を残していくために役立つような取り組みをやるぞっていうことを。 地方版総合戦略に載せているような自治体に対しては、新型交付金として交付金を配りましょうというような方針が出てるんですけども、その方針をどのように持っていきましょうかと。地域の格差が出るということですかね。 えーとですね、それは出ます<ー>やはり積極的に取り組んでいるところとそうでもないところ、うん、やはりそこは差が出てくるもう地域間競争になってくるんだろうなとは思いますんで、はい、あまあ一方で、えー、地方交付税とかは財源調整機能とかもありますんでそういうところは保持しつつ、まあ、バランスを保っていかなければいけないんじゃないかということをですね、うん、少しあの質問の中でも言わせていただいたところであります。うん いや、本当そういうのを決めていくのは大変なことですね。そうですね。ですので、まあ石破大臣もなかなかちょっと、うん、あの明確なあ答えを今の段階で言える状況にはない話だったので、はいえー、あのまあこちらから割とおまあお願いのような質問にもなりましたけど。うん 最近ね、やはり石破さんがそんなに注目されてないので、一時期よりは、地方創生の話題が、ちょっとあのマスコミ的には、一般的にはかすんでますよね、ほの憲法や安全保障の問題になってしまってますよねもちろん、その安全保障のお話はですね、今、先ほど私も申し上げた通りで、うん、本当はこの話を押し出すとです、ね、1時間も2時間も喋っちゃうというような状況なんですけど。えー 我々公明党としても35回ぐらい昨年の5月から党内で議論を重ねてきてるんですね、<ー> 1>, 1時間、2時間ぐらい、公明党の中でね。そそうですそうでですすなので、<ー>まあ大変あの、まあ、この議論は勉強になったなというふうに思ってますので<ー>それを言いたくて仕方なくなっちゃうというのはありますそうですか。はい、あれなんですかあのやはりあの 公明党さんは、やはり支持者が盤弱じゃないですか、まずは。まあ、ありがたいですけどね。そういう中で、やはり消費税のこととか、納得してくれてるんですか。あの、特に、まあ、関西の方はみんな厳しいじゃないですか。まあ、そうです、ね。一<円>に <laughs> ええ、そうですね。<laughs> 当然だと思いますけども、はいええ。あの、まあ、それはお金に厳しいという意味では、大変厳しいですんで。ねはい あのまあ、消費税増税に関していろんなさまざまなご意見をいただくこともございますし、はい、年金が少ないと、うん、これだけで生活なんかできないというようなお叱りもたくさんいただくわけでございますけれどもお叱り,り,りいただくんですかもらえるんですか、はい、いや言われますよ。 ただね、そういうところは厳しいですねいや,ねいや、まあ、厳しいですも、ね、めちゃくちゃ厳しいだからこそまあ我々、まあ、私もこんなまだ2年7ヶ月ぐらいだと思うんですが、うんはい、ぐらいかなもうちょっとた経ってないな 2>, <う>2年5ヶ月ですね,ですねはい、はい でですんで、まあ、そう考えると、ええおまあ、だいぶ鍛えていただいたなと思いますね、はあ、支持者の皆様に。で文句,、まあ、文句言うたらかな、うん、あの厳しい指摘をいただいてそれにちゃんと誠心誠意応えれるかどうか、はい、これがやはり、まあ、議員力の、まあ、連網に役立ってるんじゃないかというふうには思ってい、ね、やはり有権者と、ね、国会議員というのはもう全部こう A と B で全く違っていれば。 まあ楽というか、まあ、あえて相手にしないとったら申し訳ないですけど、楽ですけど、支持されてるにもかかわらず、ここは違うよって言われるのが一番つらいことですよね、まあそうですね<え>やっぱりそれはいろんな、ね、支持者の皆さんの中でも、いろんなご意見ありますんで、えー、もともとね、思想、心情が違うっていう場合だったら、まあ、全く別の世界の人と思えばいい話ですけど、ね、お互いね。 やはり辛いですよね。はい、それがね、ね支持されてる以上は、ええ、あの100%に持っていきたいときっと思っていらっしゃると思いますまただまあそうはならないというものもやば。 やっぱりどっかで思ってまして、はい、政策というのは100%全員が、うん、あの同意できるというものでもないのかなというふうに思いますので、うんうんね、よりベターな方をというのが大事なのかなと思いますす、ね、ベターね、はい、ベストじゃなくてねベストはなかなか難しいんでないかそ,うそうですよねだって法案だけで何十本ですかねこの2年5か月でね,、うん、でね何十本成立さ,れて、はい、させてきたかというのがありますもんね,そうですねはい、はい、最近のセ i ストピックスでした。はい はいえー、今だから言えるあの日のあの出来事です、はいはい、何かちょっと裏話的なことありますか、えー、はいあのー、まあちょっと先ほど来触れておりますが私、はい、ラグビーをやっておりまして、えー、で一応今もちょこちょこやってますあ<ー>まあ実は国会には国会ラグビークラブというのが、えー、森喜朗さんが議連の。 あのんもう名誉顧問みたいなそれはそうですセブンスラグビーとかに見に行くと必ず出てきますいやそもそも日本ラグビー協会会長でいらっしゃいますので実はもう引退しようかなと言ってらっしゃるんですね日本ラグビー協会会長は、まあ、オリンピックの方もさまざまあるのと体調を崩されたというのもありますけども私自身はあのまあ、うん えー、2019年にラグビーワールドカップが日本で開かれることはご存知ですか、はい、あそうですこれの成功議員連盟というのがありまして多分過去に来られてる中谷新一先生ですね山梨の自衛隊出身のあの方が事務局長で。 私事務局次長をやらせていただいてます。七十三回に来てくれてますね、中田審士さんはね。ですので、まあ、一緒に常日頃から、まあどうやって、えー、ラグビーワールドカップを成功にさせようかということで、はい、いろいろまあ意見交換してるんですが、はい、まあそういう中で、まあ地元を大きく見ればですね、近畿の中には花園が東大阪市にありますで、そうですね、聖地ですね。そうですね。<え>まあラグビーの聖地でもありますので。はい しっかりとこの花園ラグビー場で、えええー、ワールドカップの試合ができるようにということで、えええー、話があったんですが、うん、実はこれなかなかうまくいくかどうか微妙だったんです。ですかね、というのは、ええ、もともとあれは金鉄さんの持ち物だったんです。ええええ 近鉄という鉄道会社ですねで百貨店とかもあったりしますしいろいろ持ってたりもしますけども昔は近鉄バファローズ野球球団も持ってたぐらいでありますがその近鉄さんの持ち物が花園ラグビー場なんです。そうだったんですのでこれおそらく花園ぐらいの規模であればラグビーの日本の中の聖地でありますし。 まあ決勝じゃないとしても準決勝ぐらいはやりたいだろうという話があったんですですがまあそれをするためにはスタジアムちょっと改修しなければいけませんねと。<laughs> で回収するにしてもです、ね、うん、近鉄さんがそれをじり前でやっていただけるかというとなかなかそうではないという話があったので、公費、うんねまあ、を入れられるようにということで、えー、なんとかこれ東大阪市さんに、えー、今譲っていただけないかというような話が。うんうん、買い取るってことですか、東大阪市がいや。これが近鉄さんから無償で。えー、何そそそれどういううううういいいこここととううとでででですすすかかああるるんんよ あの上物についててでですいい持ってるだけで運営費があの近鉄さんとしてもなかなかちょっと<ー>まあ近鉄さんは近鉄ライナーズというラグビーチームがあるんですけどもこのライナーズの本拠地として運営はしてたんですけど、はい、なかなかちょっと収入的にはまあ厳しいというのはありまして<ー>でそういう意味でさかのることを何年か忘れましたがあのライブドアが近鉄球団を通おうとしたこととかあったでしょう。 あの時に実は当時の専務がですね近鉄球団と花園ラグビー場あのまああの外に出そうとしてたんですねで花園ラグビー場もその時には東大阪市に無償で譲渡するということを言ってたんですけども東大阪市としてみればコストがかかってしまうし運営できへんということでお断りしちゃったと、はい。はいはい でその時にそういう活動をされてたのが今の社長さんなんです<ー>専務さんが今社長になられてということで,<ー>でそういう状況だったんですが<ー>まあそれはそれとしてで、えー、そういう状況の中一、まあ、回議連で<ー>まあ森会長も含めて<ー>日本ラグビー協会会長も含めてですね あのぜひ花園ラグビー場を来ていただいて、えーえー、近鉄さんとそして東大阪市さんと、はい、あと大阪府知事さんにもですね、えー、来ていただいてこれはしっかりと、えー、あのラグビーの聖地として東大阪と近鉄さんの間で無償で譲渡するという合意を結べるようにということで我々もしっかりと後押ししていきますということをですね えー、花園に行って協議、えー、をしようという、うん、そういう場がありました、はい、で、その場にですね、はい、まあ実はあのー、森会長も行かれてさまざ、あ、ま事前に段取りをしておきました、はい、何かというともともとそういう、まあ、東大阪市と近鉄さんの間で、えー、そういう譲渡の話が、うん 強引になりそうだっていうことが進んでたんですね、うん、あの水面下で、はい、水面下で進んでたところある新聞社がすっぱ抜いて書いちゃったんですでそれで金貞さんが怒っちゃってですね一回破になりかけたそういうの迷惑ですね、うん、まあそういうことってたまにあるんでしょうね <laughs> う<ん>でそれをですね またさらにしゅう関係修復して、えーで、しっかりとやろうじゃないか、誰か言ったんじゃないかという、不信感が詰まったんでね,しねあるでしょうね、これ。いろんな水面下で進めてるのに、誰が言うたんやとそうなんです。株主にまだ説明もしてないのにという、そこなんですよね、<ー>おそらくね。でえー その時にですねそういう話はするなよと、えー、森会長が移動のバスの中で国会議員の <laughs>、まあ、圧力というかその場はうまくみんな金鉄さんも東大阪も大阪府も笑顔で帰そうというのが大事な場でしたので <laughs> 事前にそれいつですかオリンピックの前決まった時の前ですか いやそよりは後ですもう森さんも慣れてるからルビー活動とかまあまあオリンピックでねブレノスアイレスでいっぱいやってきたからもうラグビー協会でどっちことないかもしれないですよどそ IRB っていう今ワールドラグビーっていうんですけども国際ラグビーボードみたいなそういうのがあるんですがそっちの方が結構政治的にはややこしかったりするんですがそれはそれとしてでそのちょっと話が長くなりましたがその時に「はい」 そのバスに乗り合わせてなくて、それを言っちゃった議員さんがいるんですよ、誰ですか、それはとん言っちゃだめって言うのにそれもね、大問題ですよ、聞き回しの刑ですよ、議員として、いや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 、もうそこはね、そこはあんまり追及しないでおきましょう。<laughs> それはね許せないいですよいやまあただが しょうがないともういや言 <laughs> っちゃったねーっ、まあ、あの森さんも言うわけですよ、<laughs> まあ君は確かにバスに乗ってなかったねと、だから聞いてなかったとは思うけどもということなんです <laughs> いいバスにまずは乗ってないっていうのが問題ですよ、それはいろいろあって、の現地、直接来るとかあるかと思うんです。 いやまあそれはあのね私はそうは言い切りませんがい許せなですそこはですねそんなことが起きようとも実はラッキーなことにそのタイミングで私が事前に花園ラグビー場のすぐ目の前にあるたこ焼き屋さんに「たこ焼き20人前差し入れしてくれませんか?」っていうものが ちょうどそのタイミングで届いたんですよで、森さんがあるいは会議の雰囲気がちょっとどんよりして悪い雰囲気になった時に<ー>今届きましたみたいな形でたこ焼きが届いたんですよ <laughs> で、いやちょっとマイク握らしてもらって関西人のなんかネタじゃないですか本当、はい、ね寝たかと思うぐらい,いいいタイミングで届いた、えー、たこ焼きが和ましてくれたんですか、はい、ええ和ましてくれたんです,んですそうなんです 20人前もうずわーっともう皆さんに振る舞われてほん,んでしょういやよかったでういやまあまあそ、まあ、その大人ですからそんなカッカカッカしてらっしゃいらなかったと思いますけども <laughs> まあ多少ねどうしようかという雰囲気にはなってたとそれをたこ焼きのおかげで場が和み、うん、そして、まあ、なんとか笑顔になったと、はい、で森さんが私に言ってくださったんです、ねうん、よくやったと。はい、であのー まあ、あのたこ焼きいくらしたんだと、まあ二十人前と言っても。あの一船二百円なんですよ。四千円なんですね。どってことないじゃない。ですかどってことない。いやいや、もうあのお店の、実はお店のおばちゃんもですね。ラグビー場の前なので、ラガーがたくさん来るようなお店なんです。名物のお店です。はるみさんっていう。で、そのおばちゃんも。かまへん、かまへん。 そんなんなちゃうねんラグビーのためやったら何でもするでって言ってくれるんですこれ安いでとかそうももでう全然言ってくれるんですぐらいの人でそれで私も「いやお金はいりませんから」ということで森さんに言ったんですけども「いやもうそういうわけにはいかん」ということで森さんは」<laughs> なんと3万円私いい話いですこれはちょっとお釣りも出るしそうして徳取りの典型の話でいいですねいやいやこれがですね、はい、もう3万円もらったとしても私困りますとどうしようかな、まあ、とりあえずはるみさんに「一旦お渡ししに行きます」ということで「行行くだけ行ったんです <laughs> 何やってんのあんたアおうか!」言われて「ですね <laughs> あの私そんなためにやってんちゃうねん」と言われまして。 万円突き返されて私この3万円どうしようかなって思ってですねでまた森会長に言ったわけですお受け取りになられませんでしたとでそこでだからといって私がここに入れてもええかなとも思ったんですよ一瞬はただネタですから皆さんそうじゃないとこれは議連にプールさせてくださいということで言ってですで森さんにそれをご相談申し上げたらえ あのやっぱりあの御党の方はお金には綺麗だねと言われましたですね <laughs> 皆さん自公のね,ね連立はここにありますよ <laughs> 原点はそうなんです自民党の連中だったら飲みに行ってるよと言われましたね <laughs> 間違いないですいそうなんです私も公明党じゃなかったら多分間違いなく言ってるなと思いましてもう一新なんかね個人で使ってますよいやまあそれはあの個人攻撃みたいのなりますんで言いませんが <laughs> あの まあそういう今だから言えるという意味ではまあこの三万円のたこ焼きというエピソード。それはいい話だね。昨日なんかねあのお釣りネかなんかもらっちゃってなんか逮捕されるとかね捕まっちゃうとかコンビニのお釣りをそのまま間違えて四万六千かなんかね。それ罪なんだね。ねもう大阪人全員持って帰っちゃいますよね普通大阪い知らないふりはしますけどね。はい。 今綺麗な話した後にそんなこと言っの、はい、その続きで何なんですが<あ>その時にさまざまもともとラグビー界ではあ知らない人がいないという坂田義弘さんという方がいらっしゃいまして<ー>関西ラグビー協会会長でもいらっしゃるんですが、はいはい、この方もともと近鉄のプレーヤーだったんです。えー、で世界的プレーヤーなんですがが、はい、この方が ああまあ金鉄さんと東大阪さんの間をしっかり取り持っていただいたというのもありましてであの坂田先生からですね私にあのサインをもらった本をたくさんあの頂戴しましてこれぜひあの読んでいただきたい,いいんですかえたくさんありますね、えー、あそうですかはい,、はい、いや,いや,いや楽しみです公明党の議員さん本をくださるのですごい嬉しいんですはい、ね、そうです私自分で本書いてませんのであのえー 坂田先生ので。ありがとうございます。あ,とこれあのラグビーワールドカップの、推進のためのバッチ、これ,これも合わせて。ぜひ。ちょうじゃないですか。はい、ね、あの機会あるたびに、つけていただければ。というふうに思いますのでいま。どうもありがとうございます。はい、それでは、次の先生をご紹介ください。はい。はい。次の。え、ね、さっきのお話。次の人間もですね、実はあの。ラグビーつながりでもあるんですが。 あの新妻秀樹さんという参議院議員を、はい、ご紹介させていただければと思います。はい、まあこの方は東大ラグビー部の出身の方でございますが。東大ラグビー部。ええ、東大野球部今盛り上がっていますからね。ねあ、連敗止まったんですよね、ええ。あの時見に行けばよかったですね。土曜日だったからね。新妻さん。ツイッター来てますよ。公明党面白いな。わら。ありがとうございます。うん 浜村も本を出そうと呼び捨てですよあ。ありがとうございます。あのぜひ買っ,買っていただければと思います。はい。ありがとうございます。あの実はあ浜村でございます。お疲れ様です。あの新津さんあの来週ミワチャンネルご出演ばバッチリですということでございます。 佐野佐野美和さんに会える日を楽しみにしておりますと。はい、ありがとうございます。気合い十分で望むあのわかりました。はい。じゃぜひよろしくお願いいたします。はい。失礼します。ありがとうございました。ええとあ。これ私からの先月出た本なんでぜひ。ありがとうございます。私もこれを読ませていただきたいと思っておりますの本当ですかありがとうございます。ありがとうございます。ええ、あ,ますあのあれですね村先生はおしゃれですね。 ネクタイも素敵ですしチーフもおしゃれだし時計も素いやいやもうそんないらまねご自分で選ばれるんですかそうですね妻ですよ妻全部自分で選んでおりますやはり好きなんですかそうファッションがまあそうですねちょっと考えたり嫌いじゃないですけども何と言いますか国会のファッションリーダー目指そうかというようなことは思ってませんけどもあのまあ。 身だしなみは大事ですので清潔な身だしなみを心がけております髪の毛もそれはポマードですかいえムースですかワックスとワックスですねワックスワックスはい昔のねまた言いますけどコメントの先生は水性ポマードだったんですああやっぱりポマードコメントのそれ必需品だったんですよねなるほどそれがもう時をたってムースになったんですよね ムースになったんですか。あ、何ですか。今私ワックスです。ワックス、ワックスやムースになったんです。なるほど、なるほど。い、ま、や、あ、大事です。はい。 いやでも口がそれだけあるからねもうなくなっちゃったらもうやる気なくなりますよいやまあただですねただですね某坂口力さんみたいなね特殊な髪型にチャレンジできるというねそういう「バルタン星人」って呼ばれてましたよそんな風に呼ばれてましたっけよく雑誌見るというそっくりさんがあるじゃないですかバルタン星人と坂口さん必ず双璧でしたもんななるるほほどどそんな大先輩をこんなふうにいじっていいのかどうか <laughs> 私は、ね、それは党内でね、ええ、あの非常に怒られそうな気もしますけど。<laughs> 広告代理店の男みたいって来てますね。あ、そういう感じ。いや、広告代理店行きたかったですけどね。でも、これにほくろがあるか、すごこ金持ちのほくろですよ、これは。いや、いや、いや、こ、これはですね、<laughs> あの娘から、パパ何これってと、取られようとすることなんですね、これ。<laughs> はい。いや、でも、福々しいですよね、それはね。いやいやまあ、ありがとうございます。はい。あ,ね、あ、質問どうぞ。はい 先ほど、まああの、今、安保法制とかいろいろねあの重要なあ、ありますけどやっぱりあの、えー、今、特に中国が南シナ海の南西島で、はい、あの空港ですか、作ったり、んね、現実的にすごくねあの今、重要なところだと思うんですけども、まあ、あの野党なんかは、ね、単だん反対するだけだと全然ねあの対案もなければ。 でその辺のところは、まあ、ぜひねあの、しっかり日本を守るということで、頑張っていただきたいと思いますし、はい、あとやっぱりこう、今、えー、今年ちょうど戦後70周年になりますけれども、やはりあの中国、関区とか、まああの、そういう反日のが多いですし、あとは沖縄の基地問題とか、あと福島の原発の問題も、まあ、かなりあの左翼的な。 あ,のあれがずっときて、今、結構、なんか左翼的なあれがすごい強いんじゃないかなと思うんですけども、うん、やはりあの公明党様としてはですね、やっぱりその与党として、やっぱりその、まあ、どういう、まあ、ビジョンっていうんですかね、国家ビジョン、ちょっと大きくなっちゃいますけども、自民党とお一緒になって、この日本をどうしていこうかという、なんかそういうなんか、えー、ビジョン的なものを教えていただければと思います。うん まああの非常に深い話で壮大な話かと思いますけれどもまあ我々公明党としましてはあのまあ党の歴史的な経緯からもですね 非常に中国とは友好関係を結んできたというのがございます。そして、また、あのまあ、中国韓国というのはまあ、文化的にはあの日本からしてみれば恩人だろうというような考え方もしっかりと持ちながらですね。ただ、なかなか政治的にはうまくいっていないという中で、もどかしい思いを持っているというのも事実ではあります。うん、で、えー、ただまあこういうものをですね。うん えー、イ,デオドロイデオロギーとして捉えてです、ね、あの対立をしてしまうとです、ねえーまあ、決して前に進まないんじゃないかというふうにも思っておりますのでい、うんね、いつもも同じ話にななっちゃいますす、ねえー、そううんですよもう平行線で終わっちゃいますでしょ、うん、そうなりますとですので、まあ、しっかりとお、まあ、建設的な議論、まあ、具体的にどういう措置をするのか 例えば法整備でもそうですし、アメリカとのガイドラインはどのようにしていくのかということもそうですし、しっかりとそういう国際的な協調をしていくということが大事なんではないかと、この合意形成にしっかりとわれわれ公明党としても、尽力をしてまいりたいというふうに考えております。はい、あありががとううございます。す他にどど、ぞ。ニコラマであのコででメントがあったんですけど、はい 政治家には一番なりたくないっておっしゃってたんですけど他の3つのうちの2つを <laughs> 2> あ,あ、なるほどあなるほどそれですね3つのうちの2つですね 非常にあのえー、ちょっとこれあの全部が全部言うと、うん、あのちょっと角が立ちますので <laughs> 少し少し、ね、あのオブラートに包みながら申し上げますと最初言ったのは、まあ、議員ですよね。公明党の議員にはちょっとなりたくないなと思っていたのとですね <laughs>、えー、某組織の職員に。 なるのはちょっとなりたくないなと。どこだろう。いうふうに思っていたのと、某新聞の販売店の店主にはなりたくないというようなことを思っておりました。え、A 新聞ですか。ああ、違います違います。みち<あ>身内の新聞。いやそうです。そんなあんまりはっきり言えませんけどもね。ああ、ちょっとわかりました。 いや、大変なんですよ、うん。それ言わない方がいいですね。もう、そこら辺も厳しい質問されますねあ。ああ、そう。ええ、でも、こうやって、身内から、そういう話が出ると、すごい人間味がありますよね。そうですねこう、やはりね、こう、部外者から見ると。はい、いや、鉄の結束ですから、そんなことも、思っても見ないんだろうなと思っちゃうんですよね。そう思ってるってことが、また、普通の組織っぽくて、いいですね。普通ですよ。<laughs> そうですか。普通ですか普です。普通なんです。 あの普通の人間じゃないと怖くないですか <laughs> いやもちろんもちろん<え>もちろんもちろん、はい、意外と怖いと思っている人多い,多いとい <laughs> そうなんですかねだからそこが公明党さんっていうかまあ創価学会と世の中がちょっともうちょっとこう分かり合った方がいいなって思うことが日々ありますよなるほど,るほどもう私自身としては今の立場では何ともコメントしづらいんですけども <laughs> ね あの引退したらまたそれね、えー、頑張ってみたいと思いますはい、えー、ありがとうございますお父さんちなみにどちらの交通会社なんですかこ交通会社、えー、まあいやもうちっちゃいちっちゃいタクシー会社ですそうですか、えーまあ、素晴らしいですね、えー、ちっちゃいちっちゃいというと社長さんに怒られますけどでもあのね浜村先生が質問の時とかラジオとかもうガンガン聞いてるんでしょうね<ー> NHK 放送とかね、えーあのー、これうちの息子やってたぶ ラジオに乗っかった質問とかないんじゃないかなと、まだ思いますけども。まあ、これからですね。じゃねそうですね。まあ、あの、そう、使っていただける議員に、な、なりたいなと。思いまあ、ポスターね。あ、ポスターが。そうですね。あの、一応、私、事務所兵庫県内に二箇所ありまして、神戸と姫路でございまして。えーはい、あ、今日神戸だけやな。あ,あ、姫路持ってこなかったんですかあ。あの、姫路はですね。あの、部屋に大切に、大切に飾ってしまっておりましてですね。<わ> <laughs> えついつい忘れてしまっておりますが神戸牛であと温泉ですね、はい、有馬温泉とかをはじめとしてこれ北野の,の方ですね,ねでこれ有馬温泉もそうなんですでこれ羊いますけども六甲山ですね、はい、でまああと中華街もありますし神戸スイーツとかもですねえ非常におい,い美味しいですしでこれ距離打ちまああの非常に 昔の建物をそのまま生かした形で、えーまあ、あのかっこよくカフェにしているようなところとかもあります、うん、あそういうのもあるんですかえそうなんです<ー>あと真珠とかパンとかねあとルミナリエとかもね、はい、ここもああ有名ですね,ね、まあ、これは港の方ですねあと須磨須磨の水族館、うんはい、ご存知ないですかね須磨海浜公園というのがございましてえぜひあの皆さんにですね、はいまあ、これ灘の酒で。 ありますけども、ぜひお越しいただいて、で、まあ、これは神戸でもラグビーワールドカップ試合会場として。はいえー、しっかりとやりますと、はい、こういうことでございます。これですね、はい、いただいて。よろしくお願いいたします。お、大阪都コース良かったですね、隣の県で。 まあ、たまったもんじゃないですよね、えー、あの <laughs> まあたまったもんじゃないというか、反対者としてはさまざまあ、あるかと思うんです、でえー、あの何かしら改革が必要だというようなご意思も今回、伝わってきたのかなというふうにも思いますし、また総合区などの取り組みもあるかと思いますので、しっかりとま,あまたあのやっていければなと,ううとままやはり隣の神戸からも 大阪にいろいろ尽力とか投入されたんですよね。まああの院にようにす,、ね、すごいですね。そのネットワークがね、はい、すごいともね心から思ってるんですよ。い<や>伊佐さんにもね100回ぐらい言ったんですけど、ね、はい、この話。まああのそこのネットワークはですね、まあさらに強化していかないといけないと思いますし。維新がどんなに頑張ってどんなにそれが支持されようとも、その周りから。 人を出せないですもんね。ま周りからというと、うん、県外から。ああ、まあただまあ医師の先生兵庫県にもね何人かいらっしゃいますけども。うん、でも少ないから。まあそうですね。で言う人がいないから。 先生が頑張っても有権者、知り合いじゃない私はね、堺ですし予備校とかずっと大阪も多かったんでだいぶいろんな方と交流はさせていただきましたけど大阪都構想反対に関してね。ははいそううでですどしたか番組

えーとフォワードはそんなにはなります、ね。すごい気になるんですよね。はい、男性のこのシャワー浴びた後とか、はい、その、はいえー、ムースをつける前の髪型っていうのはどういう感じかなと。はいはいはい、癖がなければね、うねそうですよね。あ,<ー>あのあんまり癖はありませんので、あの。 乾かしたら、ドライヤーで乾かしたら、乾かしたなりになります。何の答えにもなってませんね。個人的にすぐ気になる。ありがとうございました。じゃあ締めたいと思います。第155回目のゲストは公明党浜村進衆議院議員でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。